今回の動画は、夫婦関係のオープンにすること、隠すべきこと、オープンにすべきことみたいな話をしたいと思います。僕はもう冒頭、僕は離婚してるんで、あんま、ね、大きいこと、ね、でかいこと言うのもあれなんですけれども、はばかられますけれども、ただ参考になればと思いまして。やっぱ夫婦関係にしても家族にしても、ルームシェアとかにしても、みんなでいる楽しさとかもあると思うんですが、一人になりたいみたいな時もあると思うんですよね。やっぱこう、気を使うとか、いろいろあると思うんですが、だから、夫婦で、家族とかだったら特に、やっぱ自分をオープンにしないと疲れてくると思うんですね。自分らしくいられるようにオープンにした方がいいと思うんですよね。なので、普段一人でいるような時と同じような状態に持っていけるようにした方がいいと思うんです。ただ、何でもかんでもオープンにしちゃうと、これまたちょっとトラブルになるとか、例えば、どういう感じかっていうと、街で人とか、かっこいい人とか、可愛い人がいたときに、いや、お前より可愛かったよ。お前よりかっこよかったよ。あなたよりかっこよかったよ。あなたより可愛かったよ。あなたよりかっこよかったよ。みたいなことを別にわざわざ言う必要ないじゃないですか。例えばですけど、ふって思ったこととかあったりするじゃないですか。それをわざわざ言わなくてもいいようなこととかは、別に、それは、言わずにみたいな。できれば思わずにのがいいんですけど、思ったらこう、出ちゃうんで、どっかから。言葉でなくても、思ったらこう、体からにじみ出ちゃうんで、できれば思わない方がいいと思うんですけれども、テレビとか、動画とかでも、見たときに 言うべきじゃないことは言わない方がいいと思いますね。だけど、言うべきじゃないけど言った方がいいこともあると思うんですね。例えば、味付けとか、濃い方がいい、薄い方がいいとか。この料理は濃い方がいい。普段は薄い方がいいけどとか。油が多い方がいい、油が少ない方がいいとか。このポテトチップス食べないけど、このポテトチップスだったら、こういう理由で食べたいとか。そういう細かい好みとかをはオープンにした方がいいかもしれないですね。そうしないと好みが分かんないじゃないですか。相手の好み、相手のいい空間、掃除の仕方とかは自分はこういうふうにするとか、で、なんでこういうふうにするかっていうと、こういうふうに、こうした方がこうだからみたいな癖とか、そういう価値観とかはオープンにして理解し合った方がいいですね。そうすると、合わせられる部分、合わせられない部分とか、で、微調整が効くようになってくるんですよ。そうすると感覚的に、だんだん合ってくると思うんですよね。ただ、これの難しいところは、割と大抵おそらく、夫婦のどちらかがめんどくさいって思っちゃうと思うんですね。そういうのをやるの好きっていう人と、いや、ちょっとめんどくさいっていう。もううるさい、ガミガミガミ、もういいよいいよみたいな、大体でいいよみたいな、そういうのあると思うんですよ。そうなると、ちょっとこう、厳しくなるかなっていうのはあると思うんですね。夫婦って、やっぱり家族とか友人とかでもそうかもしれないですけど、お互いに成長していかないと、どっかで亀裂が走るっていうか、どこかで、お別れするときが来ると思うんですね。お別れっていうか、どっかでうまくいかないときが来ると思うんですね。お互いに成長していく、いけば、二人とも、歩んでいけると思うんですけど、どっかで、めんどくさいとか、しんどいとか、辛いとか、もういいやとか、そんなあんま考えたくないとか、そういうのあっちゃうと、こう、どん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 、乖離していくんですね、乖離。差が出てくる。生じてくる。そうすると、しんどいな。もっと頑張ろうとか、もっと良くしたいって思う人と、いや、もう現状でいいよ。もう、別にもう何も変わりたくないっていう人と一緒にいたら、やっぱ、どん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 差が出てくると思うんですよね。それは何にしてもだと思うんですけども、
会社とか学校とか友人関係でも何でもそうだと思うんですけども、もっと向上したい、もっと良くなりたいっていう人と、いやもうこのままでいいよ、なんか楽していきたい。別に楽して生きることがダメとは思わないですけども、なんかあんま変わりたくないっていう人と、やっぱ変わっていきたいっていう人と一緒にいたら、やっぱ合わなくなってくると思うんですよね。なので、まあ難しいところはそこですよね。はい。で、お互いに、理解し合って成長していこうね、みたいな感じだったらいいと思うんですけども、そういう感覚がない場合は、ちょっとだから、どこかでね、卒業というか、そういう感じなのはあるかもしれないですね。だからもしね、家族とか、夫婦とか、誰かと一緒に何かをするとかっていう時は、まあ短期的だったら別にそんなに深く合わせなくてもいいかもしれないですけれども、長期的にね、ずっとやっていくみたいな時は、お互いに、まあ切磋琢磨して成長し、楽しくね、成長し合えるような関係性を築いた方がいいかなと思います。まあでもこういうふうに言うと、なんか成長する人が良くて、いや成長しようとか別にそんなにいいっていう人が悪いみたいな言い方になってたら申し訳ないですけども、別にそれは、成長したいって思ってる人が、いや私はいいや、俺はいいやっていう人を成長しようって促せられなかった、思わせることができなかった責任っていうのはあると思うんですよ。なので、成長する人がよしで、成長しようっていう意欲がない人はダメとも限らないと思うんですね。だからそういうふうに思わせられなかったっていうか、そういうふうに思ってもらえなかった。だからそのなんか、例えばあんまりガミガミ言いすぎたら、やる気とかなくなっちゃうじゃないですか。だから、そういうところうまく、だ難しいですよね。ガミガミ言わなかったら言わなかったで何もやらなかったり。で、ガミガミ言ったらやったらやりたくなくなったりとか。だからそのバランスとか相性とかもあると思うので、まあ難しいと思うんですけど、もちろん、根本的に、頑張ろうっていう意欲は大事だと思うんですよね。良くしていこうという意欲は大事だと思うので、すべてがすべてね、なんか、どっちがか悪いとかいいとかではないと思うんですけれども、結局はまあ自分が何ができるかっていう意識を持つことは大事だと思うんですね。自分がだから、今できることをして一生懸命やって、まあその結果自分も良くなって、相手も、なんか、いろいろ働きかけてくれたりとか、いろいろなんかやってくれたことによって、なんか今まで全然、そんなん、別にいいやと思ってたけど、なんかやろうかなって思うかもしれないじゃないですか。全然思わないかもしれないし、いつかどこかで、なんか、頑張ってくれてるから自分もやってみようかなとか、そういうふうに思ってもらえるかもしれない。思ってもらえないかもしれない。わからないけども、そのぐらい自分、そのぐらいその、やっぱり尽くすっていうのも大切かもしれないし、でも尽くし疲れたらもう嫌だってなるかもしれないし、そこら辺もわかんないですね。もう、正解は一つじゃないと思うので、はい。なのでまあだから相手をね、なんか批判しがちになっちゃうこともあるかもしれないんですけれども、批判するよりかは、まあ自分が今何できるか、何ができるか、何を尽くすことができるか、何をしてあげられるかっていう意識を持つことによって、相手の感覚、相手の意識も変わってくると思うんですよ。少しずつ、少しずつ。もしかしたら一気に変わるかもしれないし、そこまで自分が日々精進できるかっていうことだと思うんですよね。はい。だから僕も多分まあ、離婚に至ってしまったのは、自分の何かがどこかが不足してたり、または、やりすぎたりとか、まあ、いろいろあると思うんですよね。だ僕だけの問題じゃないかもしれないし、僕がもっとなんかしとけば、なんかうまくいったのかもしれないし、それはわからないんですけれども、はい。だからこそ、まあ、自分ができる限り、ベストを尽くしてね、やれたらとは思います。ということでね、何かの参考になれば幸いです。はい。そうですね。
一人暮らしだと楽ですけども、まあ、そういう家族だとか、仲間とかの、その一体感とか、そういうのも大切だと、そういうのも大切か、そういうのがやっぱ必要だと思うので、そのためにはやっぱこう、協調とか融合だとか、お互いにその合わせていく、阿吽の呼吸とか、通過の中とか、そういうの大切だと思うので、シンクロしていくみたいな感覚、まあ、それをね、夫婦や家族だけじゃなく、まあ、世界全体でね、できればいいシンクロができたらいいなと僕はすごく思ってます。世の中クソだとかね、悪い方向行くとかじゃなくて、世の中ハッピーだねとか、いい世の中していこうねみたいな。地球良くしていこうね、世界良くしていこうね、日本良くしていこうねみたいな感じのね、波長というか波動みたいなのを、みんなで生み出していけたらいいなって思っております。ということで何かの参考になれば幸いです。いつも皆さんご視聴ありがとうございます。感謝です。愛してます。